黄色い救急車とは頭のおかしい人を精神科病院に連れて行くという都市伝説に出てくる黄色の塗装をした救急車のことである。一部の人々の間で知られているという都市伝説の一つである。イエローピーポートも呼ばれる。自身のウェブサイトでこの話について調査した精神科医の風の春樹は黄色という色や救急車という点は事実ではないが、 噂話の内容としては、基地いのところには、黄色い救急車が来て、病院に連れて行かれる、というものである。地方によっては、それらの噂話の中に出てくる、救急車の色は緑であることも黄色に次いで多く、この場合、グリーンピーポーと言っているという。場合によっては青であったり、紫であったりする。また、黄色い救急車を呼ぶため、関係機関に通報したものは、 金銭がもらえるという話が付け加わることもある。報酬金額は3000円から5000円程度とされる。さらに、この救急車の逸話とは別に、精神病院のことを赤い屋根と呼んでいた地域もある。精神科の閉鎖病棟を鉄格子付きの病院と表現することもある。風野の調査に対して寄せられた救急車から屈強な男が現れておかしな人を連れ去ることを、 本当だと思っていたという感想に対しては、常実のように実際の話であると指摘している。2008年にも精神科を受診したこともないのに、家に男が押入り精神科病院に拉致され、刑務所の独房のような保護室に鍵をかけ、医療保護入院扱いという出来事があった。噂話のあった地域は日本各地にまたがっている。400人以上のインターネットによる回答からは、 緑であるとする地域も、東北地方と九州といったように、散発的に得られている。黄色い救急車について調査した、風の春樹の子供時代、すなわち1970年代半ばには、このような噂話はすでに存在していた。いくつかの小説が、黄色い救急車を登場させている。特に1973年の小説である、井上光春の動物墓地では、 時々ケロリとして嘘をつくお手伝いさんが精神病院へ患者を運ぶ救急車が金色であることを教えてくれたという話がある。この動物墓地は翌年にかけて違う書籍にて3回も出版されている。2004年の桜庭和樹の推定少女では山のふもとにある精神病院からは黄色い救急車が降りてきて連れて行かれるとどこも悪くないのに出てこられない。 という描写も加わっている。この尾ひれの部分については、日本において異常に入院者が多いという、社会的入院という実際の話であり、1960年代に民間の精神科病院の乱立によって入院した人々が高齢で亡くなり、ベッドが開くため病院経営の問題が生じている。救急車が登場したのは1931年10月、横浜市においてであり、 法令化され119番で呼べるようになったのは1963年である。そもそも救急車の色は法令で白と規定されている。個人サイトで黄色い救急車に関する調査を行った風の春木をはじめ多くの精神科医が黄色の救急車で患者が搬送されるところは見たことがないと証言している。民間の患者搬送者で緊急走行はできないので、 仮に搬送者の図書を黄色とする業者があったとしても、救急車という点に矛盾が生じる。ちなみに、茶緑色の救急車は、陸上、海上自衛隊に、青の救急車は、航空自衛隊に存在する。他の多くの都市伝説と同様、この噂が生まれた経緯や由来は明らかになっておらず、諸説がある。NEXCO 東日本の道路パトロールカー救急車の色は、国によって様々で、 オーストリアやスウェーデンのように救急車が黄色い国もあるが、この都市伝説と無関係である。イギリスでは、月強条例という法律を根拠として、精神異常者を強制的に連行して入院させる制度があるが、この時に連行していくのは警察であり、救急車に乗せるわけではない。ありがとうございます。